こんばんは、岩達です。今日はですね、取り上げてみたいのは共産党の問題について取り上げてみたいんですけれども、実はですね、共産党の問題についてまあ以前もですね取り上げていたんですけれども、鈴木宗男を今参議院議員ですね、で日本維新の会なんですけれども、鈴木宗男議員がですね、参院議員が、この間も令和2年11月11日に日本共産党と破壊活動防止法、いわゆる破防法ですね、に関する質問主意書というものを提出して、これについてですね、11月20日にですね、内閣総理大臣の名前でですね、参院議長に答えが出ております。でこれについてちょっと今日取り上げてみたいと思います。どうしてこれを取り上げるかというと、まずですね、共産党、日本共産党という問題について、私は日本共産党というのは他の政党とは違いますよということを何度も申し上げてまいりました。だから違う政党であるっていうのは他の政党と違いますよと、それは当たり前じゃないかと、他の政党だってみんな独自なんだということをおっしゃると、まあそれはそうなんです。しかしですね、この政党は我々の民主主義社会においてですね、これふさわしくない政党である、この政党が政権を取ると、あるいは与党になるということはあってはならないことであるというふうに私は考えております。ですから私は野党共闘といったときにですね、はっきり言って社会党まではね含めたものをやってもね、おかしな政党ですよ。もう入れることもできないし、支持もできない。だけどおかしいぐらいで済む。だけど日本共産党が入ってくると、これちょっと危険な政党だという、危険な政権になる、よということを私は申し上げておりました。ですから私は野党共闘といった時に、特に国民民主党に私はいろいろな批判をしていたわけですけれども、つまりそれはですね、期待してる分批判も強くなるんですけれども、それどういうことかって言ったら、国民民主党の中にはですね、まともな人もいて、やっぱり共産党とは一緒にできないよという人もう中にはいた。だけどほとんどですね、共産党と一緒になっていいんだ、まあ、こういう人たちが今立憲民主党と一緒になっていったわけですけれども、それはどういうことかと言ったらですね、まあ共産党はもう普通の政党なんだと、だからそんな変なこと言っちゃいけないよと言った時に、この鈴木宗男参院議員の質問は非常に的確な質問だったと私は思いますね。ちょっと読み上げてみたいというふうに思います。これですね、ちょっと分かりやすくするために順序変えますけれども、まずですね、聞いてることってのは何かって言ったら、現在でも日本共産党を破壊活動防止法、いわゆる破防法に基づく暴力主義的破壊活動を行った団体として認識しているんですかということを聞いてるわけです。で要するに破防法に適用されるような暴力主義的破壊活動を行ったんですかと、共産党は。でじゃあ暴力主義的破壊活動って一体何ですかと、もうアイスが買ってくれないからやだとは叫んでるだけではないわけですよね。こんなものはダダッコでして、でこれは何かというとですね、これ具体的に書いてありますので、これは前回のこの質問主意書、鈴木宗男さんが出したものに対するのに答えてるんですが、暴力主義的破壊活動とは破防法第4条第1項各号に掲げる行為を、具体的には刑法上の内乱、内乱の予備または陰謀、外観誘致等の行為をなすこと、政治上の主義もしくは施策を推進し支持し、またはこれに反対する目的を持って刑法上の騒乱、現住建造物等放火、殺人等の行為をなすこと等であるって言ってるわけですよ。これ結構怖いでしょ皆さん。これをねやったことがあるというふうに言ったわけですよね。でそれについてどう思ってるんですかという質問に対して、まず答弁書、これは昔の話じゃないですよ。さっきも申し上げましたけど、令和2年11月20日ついこの間ですね、出された答えですよ。でこれについてどうやって言ってるかって言ったら、日本共産党は日本国内において破壊活動防止法に規定するですね、暴力主義的破壊活動を行った疑いがあると認識しているというふうに言ってるんです。要するにさっき言ったこの刑法上の内乱、内乱予備または陰謀とか、こういった一連のものをやった疑いが強いというふうに言ってるわけですよ。でそれが今政党として平和の政党だとか言ってるということなんですね。でこれはじゃあ
政府による陰謀かとかですね、そういう陰謀論は全然違います。これはね、どこにまで話が遡るかというと、実は51年まで遡るんです。51年というのは昭和じゃない、1951年。この時何があったか、朝鮮戦争の最中なんですよ。で、朝鮮戦争の時にはまだスターリンというのが生きてたんですね。スターリンというのは何をやったかといったら、コミンテルンというのがまずありましてね。で、それ当時の司令はですね、何かといったらですね、この朝鮮戦争でやっぱり北側を勝たせたいと、要するにアメリカを負けさせたいという意図があって、でその時にですね、日本は敵の基地をですね、要するに日本の内乱を起こすことによって、なんていうのかな、相乗状態を作り出せというふうに言ったわけですね。で、だから日本でそういうことをやるということで、実際にこの当時ですね、でもそこはっていうの割れたんですよ、共産党の中でも。要するに武装闘争はダメなんじゃないのということだった時に、いや、スターリンはやれというふうに言って、共産党はですね、今は一部分派がそういう武装闘争に走ったというふうに言ってますけど、そうじゃない、共産党がですね、これはやっぱりやってたんですね。で、一部の分派だっていうふうにね、自分たちの罪がある時はね、もう後になって罪があるって分かったら、そいつらだけね、トカゲのね、尻尾切りみたいなことやるのはこれ卑怯でしてね。で、共産党としてそれやってたわけですよ。だから例えばですね、山村工作隊とかですね、ああいうのを作って山の中にですね入れてったわけですよ、この部隊を。で、あるいはですね、皆さんもお調べになったら分かりますけれども、例えば私のリベラルという病という本の中でも具体的に書きましたけれども、例えばね、北海道ではですね、白鳥事件というのが起こってますから、実際皆さんご覧いただきたい、白鳥事件って、白鳥警部っていうのがいてですね、でこの方をですね、この銃殺するという事件が起こって、これはですね、まあ、誰がやったか分からないというふうに言ってるけど、まあ、このいろいろ推理していろんな人がいろいろやってますけれども、やはり共産党の党員がこれやったんだろうというふうに、歴史的にですね、こういうふうに推察されてるわけです。これは陰謀ではなくて、私はかなり調べて、私も調べましたけれども、これは共産党の可能性がある。あるいは例えばですね、吹田、大阪の吹田というところありますけど、吹田事件なんていうのもありました。で、それから名古屋の方にも大須事件とかですね、あって、いろんな全国各地でそういう相乗事件というのが起こってるわけです。で、これは明らかにですね、暴力的なことをやることによって内乱状態を作り出そうとしていたわけで、まさにこの破壊活動防止法が定義するところの行為を行ったんですよ。で、そういうことをやったというのにですね、まるで反省しないで、一部の分派がそれをやっていたと、我々は平和を愛する政党ですというふうに言い続けている。で、これね、戦前の日本に対してですね、あれだけ反省しろだとかですね、どれだけやったんだとか言いながらね、自分たちの政党ですよ、国でもない、何でもない、その自分たちの愚かな政党ですよ、はっきり言って。自分たちのやったその愚かな判断、政治指導者たちの愚かな判断をですね、この否定することなしにね、自分たちはずっと平和を愛してきましたなんていうね、嘘をね、こう言い続けて、九条を守れ、平和を愛する政党だと、そういうことを今でも言い続けて、これはね、やっぱり問題だと思わざるを得ないですね。だから、この未だにこの政府は、この日本共産党というのは公安の監視対象となっているというふうに言ってるわけですしね。で、もう一つですね、だからはっきり書いてますよ、日本共産党は現在においても破壊活動防止法に基づく調査対象団体であるというふうにはっきり述べてます。そういうね、破壊活動防止法に基づく調査対象団体と手を携えて選挙をやって自民党にさえ勝てばいいんだという、こういうやり方はね、私はね、これはね、平和を愛する一人としてね、これ許せないと思いますね。やっぱりね、自由とか平和とか民主主義とかっていうのは、これはね、言葉だけ言ってるものではなくて、やっぱり実践なんですよ。いくらね、我々がね、共産党がね、主張はけしからんと言ったってね、そこにね、ナチスみたいなね、部隊連れてって突撃隊だって言ってね、棍棒で殴れとかってやったら、これ止めなくちゃいけないでしょ、絶対に。だからそういうことはあってはならないわけです。でも彼らはそういうことやってるんです。やってる側がね、平和の政党だとかね、嘘を言って、で、そういう嘘をですね、騙されてる人は結構いるわけですよね。だからもう私はこれね、腹が立ってるんだけれども、でもそれについてちゃんとですね、鈴木宗男参院議員がですね、ここでご指摘されて、で、菅総理がですね、答えてますから、これが現実の認識なんですよ、政府のですね。で、
じゃあどうなってるかって言ったらですね、さらにこうやって言ってますよ。同党のいわゆる敵の出方論、これね、敵の出方論に立った暴力革命の方針に変更はないものと認識しているとまで言ってるんですよ。今ですよ、今共産党は何と言ってますか。いや我々は暴力革命なんて言ってませんよと、我々は平和の民主主義のね、議会制の中で、話し合いのもとにやっていきましょうと。で例えば昔は打倒天皇と、天皇制打倒というふうに言ってたけど、それも言いませんよと。自衛隊廃止、これも言いませんよと。我々が言ってるのは国民の成熟を待って、国民が理解をこう天皇についてね、よくよく考えて熟議を経た結果、国民がもういらないという状態を作り出して、で天皇というものをこう存在しないような日本を作っていくと、まあ、これが彼らの今目的だというふうに言ってるわけですよね。要するにどういうことかって言ったら、昔だったら打倒天皇制ですから、もうすぐさまギロチンだ、革命だという騒ぎだったんだけれども、それはさすがに暴力的でやっぱ国民ついてこない、だからそこはそういうことは言わない。だけど同じなんですよ、時間が経って国民がもういらないよという状態を作ったらやめましょうねと。なぜなら民主主義社会というものと天皇というものは両立しないからと、こういうふうに言ってるわけですね。だから言い方がマイルドになってるわけですよ、簡単に言うならばね。だけど本質として天皇が嫌いだとか天皇がいらないと思ってる点においては何も変わっちゃいないんですよね。でそれは革命についても同じだと、こっちがどう出るかっていう敵の出方を見てるだけであって、最終的な目的がこの議会制民主主義でやってるんじゃないと。こうやって書いてますよ。例えばですね、公安調査庁長官がですね、昭和元年にこんなこと言ってます。昭和36年のいわゆる綱領発表以降、共産党は議会制民主主義の下で統制の拡大を図るという方針で、方向で着々と統制拡大を遂げられつつあることはお示しの通りでございます。その次の問題、ただ問題はそれは政治的な最終目標であるのか、あるいは戦略または戦術の手段であるのかという、その問題でございますと言っているわけです。つまり議会でどん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 増やしていくのが最終目的なんですかと、本当にそこが最終目的なんですか、それはもう世を忍ぶ仮の姿なんじゃないですかということを言ってるわけですよ。相手が変わればこちらも変わるという敵の出方論っていうのは変わってないんじゃないですかというのが公安の認識で、そしてその方針を政府も支持してて、だから未だにですね監視対象になってるわけですよ。でそういう人たちが、私はですね、平和を愛する政党、憲法9条さえ守れって言ってる。だからね、彼らにとってみればある種ね、憲法9条を守れっていうのはキョンシーのお札みたいなね、こうお守りみたいなね効果があるわけですよね。これさえ言っときゃ黙るだろうと、私たちは憲法9条守れって言ってるぐらい平和の政党なんですよと。だって昔暴力革命、平和の政党なんですよ、51年に平和の政党なんですよと、こういうね、なんか平和の政党、平和の政党って言うためにね、憲法9条、憲法9条と言ってる感じがね、私はしますね。まあ実際にね、私はその末端の共産党のね駅前で、この中国初の流行り病がね流行している最中にもかかわらず、駅前寒い中ね、そのアホみたいなビラを配ってでやってらっしゃるね、おじいさんおばあさん、この人たちいますよ、実際見ます。でこの人たちにね、じゃあそこまで深い考え方があって、でいつかね、本当は暴力革命やってやろうとか、その天皇を亡き者にしてやろうとかね、そこまで考えてるかって考えてないと思うんですよね。平和が好きですと、憲法9条を守りましょうと思ってると思うんですよ。でもね、そういう人の善意をね、まあ、私からすると善意でも何でもなくてうるさいだけだし、朝忙しい時にどいてほしいというふうにはっきり思うんですけれども、だけどまあ一応その人たちとしては善意でやってるんですよね。だからその善意でやってるのをね、利用しちゃいけないと思いますよね、そういうこう深くでこういうことを考えてる人たちがね。まあそういうふうに考えると気の毒だなというふうにも思われますが、まあね、もう今一歩ね考えてほしいと思うんですよ。憲法9条で守れ、憲法9条を守れ、憲法9条で我々は平和だという前にね、お宅のその政党51年に何されてたか調べてごらんなさいと。平和の政党ですか本当に。僕はね、自民党であれ民主党であれね、こういうことをやってた政党ないと思いますよ。政党を挙げてね、白鳥事件とかね、本当にすごい事件ですからね、びっくりしますよ。その白鳥さんっていうのは別に普通に仕事をね着実にやってただけの人なんですよ。北海道の方ですけれどもね、これがいきなり殺されちゃうんですからね、何の罪もなくてね。じゃあそういうことやっておいて、でね、これがね、
その時にね、私の記憶ですけど、ね、天中下るみたいなのがね出たんですよ。天中ですよ、天中でね。その時にね、共産党の人がまず1回目はね、確かに記者会見で、ね、天中下るって書いてあるでしょと、こういう表現は我々使いませんよというようなこと言うんですよ。でね、その次にはね、なんか急遽ね方針を転換してね、で誰がじゃあ殺害したんだってこと、白鳥さんを殺したのは白鳥さん自身だとか、わけわかんないことを今度は言い始めるんですよ。要するにね、 あの人はそういうことをやるからこういう状況になって、そういう状況の中でこういうふうに殺されたんだから、これは犯人というのは白鳥さんしかいないみたいなことをね、共産党がね、なんか主張し始めて、もうこれになってくると意味がわからないと。まあ、詳しくはリベラルという病にね、細かく書いてありますから、今の大体の覚えてることで言ってるんですけれども、書いてありますから、ぜひお読みいただきたいと思いますけれども、まあ、そういう事件も起こした。だから日本共産党というものを、やっぱりこれ私は鈴木宗男さんもすごくいい質問されたなというふうに思います。まあ鈴木宗男さんに関してですね、いろんなご批判あることも私知ってますよ。でそれは批判は批判としてすればいいと思いますし、でもこの仕事はやっぱり仕事としていい仕事だったと思います。やっぱりこれ人をね、この善か悪かに分けて、この人はいい人悪い人でパッと決めるんじゃなくて、この仕事はいい、この仕事はダメというふうに、区別すればいいというふうに思うんですけど、共産党っていうものの本質っていうものをですね、やっぱ国民に広く知らせようとするこの努力において、私はこの質問の主意書はですね、大きな意味を持っていると思いますし、我々せっかくですね、この公的な場でね、この参議院議員が総理大臣に質問して、総理大臣がこういう答えをしているということを広くね、やっぱり国民が知識としてシェアしておく必要があるというふうに思いますね。くだらないニュースやってないで、こういうのを私はニュースで報道すべきだと思うんですね。私が見てる限り、これはなんかあんまり報道されてるようには見えないですね。まあ、私のそのテレビの見方が甘いのかも、まあ、確かにそんな見てないですからあれかもしれないですけど、でも見てる限りこれはですね、そんな大々的に報道されてるようには見えないですね。ですから、ぜひですね、この日本共産党というものについて、これインターネットの質問主意書 の答弁も見ることできますし、質問も見ることできますから、今ぜひね、これを実際にご覧いただいて、で本当なのと思う人は本当ですから見ていただいて、でさらにですね、白鳥事件とかそういった1950年代に共産党は何やってたかっていう、山村工作隊とかですね、私もそういうの結構調べてます。でね、例えばですね、これも知らない人結構多いんですけど、球根栽培法って本があったんですよね。球根栽培法って何作ると思います？チューリップ？いや、それはチューリップじゃないんですね。球根栽培法といって、これ火炎瓶の作り方なんですよ。で火炎瓶の作り方を教えてる政党って他にあったんですかね？私はないと思いますね。火炎瓶ですよ。やっぱこれスターリンっていうのはやっぱ恐ろしいというふうに思いますし、我々の日本にもですね、それ無縁じゃなかったんですよ。だから日本が自由と民主主義を守ってね、でこれ来たのは偶然ではなくて、やっぱりしっかりとした我々の先人のですね、努力のもとにですね、これ自由と民主主義社会が今あるんで、これはね、決してなんていうのかな、たまたまあるものではなくてね、守ってきたものなので、やっぱりそのなんていうのかな、共産党の本性っていうものを知らないままにね、いやいいこと言ってるから一票入れちゃえばいいやんというのは、私はね、ここだけは考えた方がいいというふうに思います。共産党っていうのは普通の政党とは違うということなんですね。要するに社会党までの政党とまたちょっと違うんですね。社会党もおかしいですよ、それは。だけれども、その共産党はちょっと群を抜いてるという意味においてですね、気をつけた方が私はいいと思うし、今もですね、これは注目し続けた方がいいというふうに思います。なんかそうやって言うとですね、その危険でもない人のことを危険だなんていう方がおかしいんじゃないかというふうにおっしゃる方いらっしゃると思います。ですからこそね、今公的なこの国会の参議院議員に対して総理大臣が答えたこと、これをですね、ぜひご覧いただいて、私が言っていることがただのその共産党嫌いのね、何か私が言ってるというふうに思うのか、歴史的な背景があって喋ってるのかということは、ご覧いただいているお一人お一人にですね、ご判断いただきたいというふうに思います。ぜひね、これをご覧いただいた上で、ご判断いただきたいなというふうに思います。今後もこの番組を続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、この番組を続けていくに際してご支援を賜れる方は、下記の振込口座よりご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
こんにちは、岩田敦です。今日はですね、ちょっとですね、お願いというか新しいですね、制度をこう導入させていただくということで、皆様にお願いを申し上げたいと思います。それは、私もあまりよく知らなかったんですけれども、 YouTube には、このメンバーシップという制度がございまして、でこの、月にですね、いくらかずつですね、サポートいただくと、この動画をですね、続けていくに際して、ご支援を賜れるというシステムがあるということを聞いてですね、これをぜひ、このやってみようというふうに思いました。で、まあ、3つですね、作りました。でサポーター、マスター、グランドマスターということで、これそれぞれ、あるんですけれども、まずですね、その前に、確認しなくてはいけないのは、私がこの動画岩田敦チャンネルというのを作っているのは、何もですね、その金銭的に、この収益を得ることを第一の目的としているわけではなくて、やはりですね、テレビや新聞がしっかりと伝えていない情報や、あるいはですね、政治、哲学のものの見方とかですね、外交の例えば中国や北朝鮮の、背景にある思想とは何かとか、アメリカ大統領選の本質は何だとか、そういったですね、テレビやマスコミで言わないですね、ことをきちんと国民にお訴えしたいというところが第一にあります。ですから今後ですね、このシステムを導入したからといって、その何もですね、その、この、このメンバーシップに参加していない方に不利益があるかといったら、不利益は全くないということをまず、申し上げておきたいと思います。ですからこれはですね、あくまで、お志をいただくと、この番組、頑張って続けろよという意味で、このシステムを導入させていただきました。で、まあ、ただですね、ある程度高額のご支援を賜れる方に関して言うならば、月に1本以上ですね、1本か、講演をやると、あるいは、どこかで、私今ですね、本当にちょっとこの中国発のこの流行り病のせいで講演会がこう滞ってしまってるんですけれども、大体私はですね、この病さえなければ月に何回か講演してるんですよ。でその講演の模様を無料でこう配信、もちろん相手のご許可いただいた上でですけどね、をできたらなというふうに考えております。でさらにですね、このグランドマスターという方々においてはですね、まあできればですね、まあ、実際にお会いして、でお食事会とかですね、そういったものを開く形で、まあ、御礼申し上げたいというふうに思っております。ですから、まあ、この全くですね、この金銭的にね、その自分も見るだけでいいんだと、これはもう全く結構な話でございまして、見ていただけるだけでありがたい。でその見ていただいた内容を、ぜひですね、近くの方に、こう教えてあげていただきたいなというふうに思います。例えば本当の国内の政治のものの見方とかですね、歴史 この例えば豊臣秀吉が奴隷解放でですねやっていたとか、まあ、いろんなことあると思いますけれども、学校やテレビで教えないことで、そういったことをですね、周りの方にこうちょっとした時にですねお話しいただくだけでも私はありがたいというふうに思ってますし、日本がそれでですね、少しでも日本人としての誇りを取り戻せるということになれば、私はこれがまず第一に喜ばしいことだというふうに思っております。でこの番組を続けていくに際してですね、本当にまあ、いろいろ機材を買ったりですね、まあ、コンピューターもですね結構壊れたりですね、マイクを買ったりですね、まあ、そういった細々としたものがですね、結構お金かかってきますので、そういったものにですねご支援を賜られる方は、ぜひですねこのメンバーシップに入っていただいて、でこの番組の継続をですね共に、まあ、支えていただけたらなという趣旨でございます。ぜひですね、この経済的に余裕のある方はですね、ご支援のほどをですねこういう形で、していただけたら大変ありがたいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。